江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の国内の話題なんですけど、渓谷さん、ワンクリックで4000万円取られてしまう。すごいですね。はい、それではですね、こちら記事の方を見ていきたいと思います。くーちゃん、お願いします。プサンプサンのある自営業者が携帯メールに含まれたリンクを押して4億ウォン近い金が流出する詐欺、スミッシング事件が発生し、警察が捜査に乗り出した。26日、被害者 A 氏と警察によると、22日午前5時35分頃、A 氏は宅配受取住所が間違っているとし、訂正を要求する携帯電話メールを見て、インターネットアドレス、URL リンクを押した。直後には何の問題もなかった A 氏の携帯電話は24日午後突然不通になり、同日午後4時28分頃から翌日午前1時まで29回にわたって3億8300万ウォン余りがスマートバンキングを通じて流出した。その翌日の25日午前9時、銀行から連絡を受けた A 氏は一歩遅れて銀行口座から自分のお金が引き出された事実に気づき、プサン砂城警察署に通報した。彼は該当銀行に自分名義の口座の支給凍結措置も取った。 A 氏は銀行の使い捨てパスワード OTP があってこそ口座振り替えが可能だが、どうやってお金が流出したのかわからないとして、瞬く間に起きた携帯メールハッキングで一生成し遂げた全ての資産があっという間に蒸発してと主張した。警察は A 氏の供述をもとに捜査に突入した。おー、4000万円、3億8000300万ウォンが。ああ、ガバガバだなおい。どうしてね、銀行アプリだとね、確かにこうワンタイムパスワードってのが出てきますけど、それも突破しちゃったの。へえ、はい、じゃあですね、こちらに対して警告の反応いってみたいと思います。できるか、そんなこと。すげえな。こちら。OTP なしでも抜き取られたなら、銀行にも責任があるのだ。613-4。おー、なんかちょっとガバガバっぽいね。刀だけ持っていないだけで、その人の全てを奪ったこのような男たちは、地球の果てまで訪ねて捕まえて、小鹿門交差点で獅子を裂き、首を切ってこれを生中継して、YouTube に流すかしないと減らない。詐欺犯、最近の無条件殺人全てを見せなければならないと強く主張する。なぜ法で守らなければならない人々は守らず、守らない人々を守ってくれるのか。ぜひお金を取り戻せますように。24600。私も最近大慶通運から詐称メールを受けたことがあります。住所入力エラーで宅配誤魔発送だとリンクで案内してきますが、絶対押さないでください。最近は宅配会社別に公式アプリもありますので、そちらで先に確認してみてもいいですよ。誤魔配送のため宅配業者から外部リンクを添付する場合はありませんので、絶対クリックしないでください。153-4。アマゾン多い。あー、2年前ぐらいにサワークリック詐欺あった。私はアマゾンが多いかな。ショートメールで来るんだよね。でも明らかに日本語がね、ちょっと違う、おかしいからやんないけど。スマホがハッキングされたら OTP 自体は無用の長物だと思う。携帯電話が切れた瞬間ハッキング犯に操作されるから、怪しい文字をクリックしてはいけない。513。これなんかあれなのかね、リモート操作になっちゃったのかな。要するにスマートフォンからじゃなくてリモートで遠隔操作でなっちゃったのかな。3億を超えるお金が抜けるまで銀行は何をしたの。320。確かに、ね、これは違うよ。あまりにも多くのメールの中でスミッシングだと思いもよらずをしたかもしれないのに、財産が全部なくなるなんて話にならない。銀行のセキュリティシステムを強化して。180。そうだね、巨額の資金が流出した場合、銀行は自動的に認証できるよう当事者だけが知っている乱数コードで知らせるべきだった。あれは銀行のシステム的な問題もある。銀行に被害補償を請求せよ。渓谷の銀行はただ最も低級な金融小売貸し業者から変わらなければならない。140。通帳に4億があったなんて羨ましい。130。
特定のファイルをインストールしたわけでもないし、リンクを押したからといって他の機器から私の銀行口座に認証なしでアクセスできるの？資金を振り込むたびに私だけが知っている OTP も押してパスワードも押さなければならないのに、それはまたどうしてわかったの？90まあ変だね。1日の振り込み限度があるのに億単位で1日で振り込めないと思うんだけど。50うん、そうだね、振り込み限度ありますもんね。おやおやおや、4億近いお金があるというのがもっと驚くべきニュースのようだ。40お、自作自演かこれはい、じゃあね、チャットの反応いきましょう。はい、じゃあですね、上の方からいきますかね、これワンクリック詐欺、いつの時代だよ。IT 強国がどうした、わら。騙される方が悪いにだ。国内で数少ない金の奪い合いが始まりました。さすが詐欺大国、そんな古典的な詐欺に引っかかるんだな。最近佐川の名前を語ったメールが多いね。そんな携帯でヤバい操作すんなよ、わらわら。ワンクリックごときで不正引き出し無理じゃない？ねえ、どこの国とは言わないけど、万博会場の周りの偽税務スキミングやってるとかあったでしょ。んなもんどこからでも盗まれる。犯人は妻でしたとかじゃね。自作自演じゃないのから、そんなことすら学ばないんだな。もう全速力で退化してるな。もうすぐミチンコくらいか。 IT 強国でなんでそんなことが起こるんですかね。不思議ですね、わら。流せるわけねえだろ、わらわら。猫のアップでさえモザイクかけさせる YouTube さんだぞ、わらわら。うん、魚さばくのもねアウトになっちゃうからね本文もちゃんと読まないから詐欺にも合うし、バスケットのワールドカップにも出れないんだよ。しかしまあ詐欺るのも詐欺られるもの好きだね、わらわら。 Amazon の登録解除されるってメール、めっちゃ迷惑メールフォルダーに入ってる、わら。メガバンクでも入りで金規制するってメールが来た。見た目は分からずネットで検索してサクッと削除。作ってもいないカードの支払い延滞とか来るよねまだ利用上限とかないの？水際で防げる対策もなし？楽天カード作ってないのにメール来たな。アンドロイドスマホでルート取りしてたのか？はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたらこちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひこちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方はチャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。